どうもコネです。この動画を再生いただきありがとうございます。今回はそのビスクドールは恋をする見ていきたいと思います。いや、前回1話と2話連続で見ましたけれども、すごく面白かったですね。絵もめちゃくちゃ綺麗で、ギャグテイストなところがすごく見やすいアニメだなっていうふうに思いましたね。にしても1話まるまる採寸に使うとは思わなかったですけどね。あの2話は今後伝説の回になるんじゃない。まあそれぐらい衝撃的な回だったんですけれども、そして今回がですね、サブタイトルがじゃあ付き合っちゃおうということなので、まあ恋人としての付き合うじゃないとは思いますけれども、一体どんなお話になるのか皆さんと一緒に楽しめたらなというふうに思います。それでは早速始めていきますので、カウントダウンの後スタートです。はい、始まりました。お、出来上がったの？でもなんか現実じゃなさそうな感じだな。うん、はい。どういうこと？だってさ、しずくさんって、いやじゃあなぜめくる、なぜめくる。ガチじゃん、ちょっと北川さん。ああ、夢だ、夢でよかった、夢でよかったのか。はあ、でも本当にあんな感じだったらどうしようね、北川さん。うん、え、何。なんだの今の、今のはなんだ。布団をめくった、それはなんだ。はい。大好きなひな人形のあの子に対して少し後ろ向いててと。ああ、そうですか。いや、なんか面白いなこの兄は。やっぱり冒頭からあんな入りをしてくるとは。てかさ、そのちょっと全然話変わりますけど、若菜、五条若菜っていう名前じゃないですか。で、自分前回からもずっと若菜若菜って言ってたんですけど、呼び方としては五条くんの方が正しいんですかね。下の名前で呼ぶのはおじいちゃんだけ。北川さんは確か五条くんって呼んでるから、五条くんって呼んだ方がいいのかな。あんまりこだわんない方がいいかな。まあねえ、まあじゃあ北川、まあいいや、若菜の方が呼びやすいから若菜でいきましょうか。で、これオープニングね、前回ちょっとちゃんと見てなかったけど、まあ今回も前半見てないけど、結構いろんなキャラが出てきてるように思えるんだけど、果たしていろんなキャラクターなのか、全部北川さんがコスをしてるのか、どっちなんだろう。しずくたんのコスのガチさを見ると、結構他のキャラクターもやるってなったらガチガチにやると思うんだよね。でもしずくたん一筋なのかな、どうなんだろう。さあ、学校です。いやいや、普通じゃないですか。あ、なるほど、北川さんにお手伝いをしてもらったわけですか。マリンちゃんめちゃくちゃ可愛いよね。めっちゃモテるでしょ。本当に。なんか学校で見るとやっぱ別人だよね。周りはどう見る？顔赤くなって。やっぱそうだよね。なんか違うと思った。
まんまかよ。あ、この子も気になってた。このいいよね、半分だけ赤いの。ノア。これは緊張する。うん。雨くれる。おお、てかみんな優しいね。全然なんか てかこの人たち優しい。北川さんだけがなんか特別ななんか真面目なギャルかなと思ってたけど、こんなの好きになっちゃうよね。もう周りなんか気にしなくていいよ。わかんな、そんなね、陰口なんか いやいいんだって。あれでしょ、北川さんが悪く見えちゃうからみたいな感じでしょ。体育館で叫んでいる。にしても北川さんめっちゃ絡んでくるね。あー、なんかちょっと落ち込んじゃったよ。なんか用事あったのかな。お、なるほどね。あーっていうか見られてる。と、あーかな。やっぱ気にしちゃうか。今までずっと一人でいたのにね、学校の人気者の人に話しかけられたら。そうでしょ、そう。いやー、避けまくってたね。そうだよね。おお。いや、北川さんマジいいね。うん。北川さん。そう。北川さん、そういうのは若菜にはまだ刺激が強いから。もう少し立ってからにしてくれませんか。そして、いや、いいね、買い物ね、二人で。いや、めちゃくちゃいい。すごい、専用のコーナー。アニメイト、アニメイトだったかな、アニメイトじゃないか、どっかでこういうのあったな。うん、すごい。お、いやいや、ガーターストッキング、すごいね。手書きでしょ。うん、パニエ。ゴシックロリータ。すごいわ。首は、あ、
さんガチだからあの首輪まであれはしないよね、あのこれは。あー、やっぱ若菜は分かるわけだ。ほう、はあ、なるほどね、発想がすごいよ。そうだ、お金どうする。バイトやってんだやっぱり。うーん、まあそうだよね、コスのためにバイトしたんだからね。逆にいいよね、専門の人がこうやって選んでくれるなんて。いやー、いいな、こうやってなんかブラブラショッピングするのもいいけど、こう真面目にね、目的を持ってショッピングするのってすごくいいよね。なんか後味もいいよね、今日は必要なもん買えたなみたいな。うん、次スワローテイルとは、あ、ウィッグ専門店だって。ウィッグ専門店はさすがに行ったことない。どんな感じなの。うわー、すごっ、こんなにいっぱいあるの。こういうの実際にあるのかな。あるよね、上がる。いや、いるだけで楽しそう。もう色鉛筆みたいにこう並んでんだ、綺麗だね。うん、黒のミディアム、紫、うん、ちょディープバイオレット、ロング、なぜ、うん、お、すごい、サロンで、あれ自分でやるんじゃなくて、マジ良かった。今のサンキューは本当に本当のサンキューだよね。ああいうとこがいい。うん、役に立ってるよ、めちゃくちゃ立ってるよ。お、何色ですか、しずくたん何色だっけ。この瞬間、これはきつい。ここで待ってんのきつい。本当なんですかそれは。まあ女の人はあんま気にしないのがね。わかるよ、わかる。うわー、すごく。
お、なんの。声でかい。おお、これ本当の？あるやつ？最高、なんだろう。仕事をしている、あ、なんか出てきそうだね今の人。え？勢いやばい。これすごいね話が。撮影会スタジオタクコス、いろいろあるんだ目的というか。うわーすげー、ここまでガチでやってるとなんかエロいっていうよりかもすごいって感じるよね。ジュジュさん、かわいい。ジュジュさん、すごい。5万、すげえ。勝ちだ。うん。中学生、小学生。うわー、かわいい。めっちゃかわいかった今の。あ、そう。黒髪以外ないけどね、ひな人間。みんな女の人なの。すごいね。どうした？うん。昔の。いやーすごい綺麗だよねこのひな人形。めっちゃ綺麗だよねこれね。本当に。綺麗という言葉が。でも若菜の言葉にできないっていうのはなんとなくわかる。父袋顔肉巻きおにぎりって美味しいよね。人生で2回ぐらいしか食ったことないけど。
あんだよね、ラーメン食ってたバイト増やす？え、ラーメンも？超真剣にやってたよ。いい。このお礼は受け取っときましょう。わかな。なんか言い方がな言い方一口ぐらいいいんじゃない？北川さん、こういうところがかわいい。わかった。わかったよ。イベントの日2週間後素敵な笑顔だね。2週間後って言ってたけど やっぱり短いよね。なんか短いんじゃないかなと思ったけどてか終わった早い。いや、めちゃくちゃ面白いな、このアニメ。すごいハマっちゃう。なんだろう。今回で言うと、まあ、ずっと買い物だよね。二人で、主人公とヒロインが、まあ、買い物する回だよ。まあ、結構ね、ラブコメとかにもあるけれども、なんかそういう、なんか他のアニメのラブコメの買い物回、デート回とは、ちょっと違ったな。やっぱりあれかな、その真剣な目標があるからそれに対してこう真剣に物を選んで、しかもねコスプレっていうのがまたね全身だもんね。上あの頭から衣装から下着もねだし、だそういうのを真剣に選んでるっていうのがやっぱなんだろう、こう応援したくなっちゃうという言い方はやっぱ違うかな。応援というかなんか一緒に真剣にそれ完成させてほしいみたいな気持ちになって見てましたね。すごい面白い、なんかこのアニメは。で北川さんのねあの時折見せるそこで恥ずかしがんのみたいなねところもやっぱ可愛いな。食いしん坊って北川さんの性格だったら、ね、はい、これ彼女のとか、また意味深なサブタイトルが次ね。いや北川さんね、さっきの続きになっちゃうけど、ここで恥ずかしがんのみたいなねところがあって、食いしん坊な感じとか北川さんの性格だったら自慢、胸張って自慢しそうな感じだけどね、そこやっぱ女の子だから恥ずかしいんだろうね。いや本当にめちゃくちゃ面白いこのアニメ。すっごい喋りながら見ちゃった、すいませんね、ちょっと邪魔だったかもしれないんですけど、自分リアクションするときあんまり喋んないようにしてたんですけど、ちょっとね面白すぎていっぱい喋っちゃった。途中で若菜が
俺本当に役に立ててたんだなんて言ってたけど、やっぱ北川さんがね、素直にありがとうとか嬉しいとかね、口に出して言ってくれるから、若菜の立場から考えるとめちゃくちゃ嬉しいよね。まあもちろんね、めちゃくちゃ役に立ってたんだけど。それで今回改めて思ったけど、このアニメってやっぱり下ネタとかちょっと色っぽいシーンとか挟んできたりするじゃないですか。なんかね、それが全然いやらしい感じがしなくて、むしろなんか面白さにつながっていくんだよね。いや、なんでなんだろうね、不思議だな。はい、ということで今回も同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に対する感想なんかありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバイ。